野口と根春は,は埼玉県小玉郡出身の元オートバイ、ロードレースヤマハ初代のワークスライダーの一人である。現役引退後はロードレースの競技監督や役員も兼務した。東京、小伝馬町にあった野村モータースに勤務していた16歳の時にレース出場を始める。野村はホンダの本田総一郎やヤマハの川上源一とも深い付き合いがあった。野村は ヤマハワークスの発足にも深く関わっている。1961年には、ヤマハワークスがロードレース世界選手権に参加し、ヤマハロードレーサーに乗る形で5つの GP レースに出場した。下記の2レースは閉塞。現役引退後は、神奈川県横浜市旭区でオートバイショップ、野口モータースを経営しつつ、オートバイ販売やオリジナルパーツ製造販売。 ツーリングイベントなどでオートバイの魅力を伝える普及活動に取り組んでいた。また名門レーシングチーム、スポーツライダーの会長兼監督としてチーム運営にも関わっていた。ヤマハワークスのチーム監督としても尽力、多くのライダーを育て、鈴木忠夫や平忠彦も指導を受けるなどヤマハのタイトル獲得に貢献。野口はヤマハの相対象的存在であり、 山ハの天皇とも呼ばれた。ありがとうございます。